山岸真、世界の光の中で。本日のゲストは日本の鉄道写真界のレジェンド、広田直孝さんです。よろしくお願いいたします。お招きありがとうございます。いや、こちらこそ本当に来ていただけるなんて本当に夢のようです。楽しみにしてました。いつ呼ばれるのかなと思って今日はね、はい、山岸さん絶対見てほしいものがあるんですよ、はい、これ皆さんこれね、わかる、うん、はい、うん、写真集です、うん、僕のね大事な写真集の一つです。電車の写真家、そうなの、俺のことなんだけど、ね、あのね、なんで持ってきたかっていうと、はい、実はこの一番最初に出てくるポートレート、うん、先生のお撮りになったんです。あー、ほら、なんかこれ美香さん見て、本当だ、思い出しま す,、ね、思い出します。山岸真撮影、そう、1990年、思い出します。90年っていうと何年前、33年前さあですよね。そんなですか。山岸さんおいくつだったんですか。これキャパで行ったんですよね、うん、先生ね。そうそうそう。で実はね、これ思い出深いんですよ、うんうん、先生の軸っていうか、うん、そのキャパでみんなでこう夏休み楽しもうって言って、先生は鉄道を撮るっていう、先生のうちの息子長男がそこのクラスに入ったんですよ。お、知らなかった。でそれ夜先生がね、一人危ない子がいてねってギリギリ近寄ってきてって言ったら、うちの息子だったんですよ。そうだったんだ。そうなんです。すごいすごい思い出がありまして。アクティブな方だったね。いや、いいですね。先生これこのキャノンの超長玉持ってるのは島中さんです。取り取ってる人ね、島田さん。 うわ、すごい。そう、向こうの人はあの秋月さんですね。今菜ちゃん、魚取ってますね。いろんな人たちがキャパでね一緒に行ったんで、東川ですよね。東川です。東川が写真甲子園になる前です。あ、そうです。貴重な写真ですね。これはすごい。僕もこれ持ってない。そうか。俺一冊だよ、これも。わかりました。岩波から行ってるかと思った。僕その頃全然売れてなかったんで。そんなことないじゃない。山口さんも息子さんと一緒に行かれてたんですね。僕、ね、その頃はなんか家族を大切にしようとかっていう優しい気持ちを持ってたんですね、うん、きっと。あ、なるほど。いや、みんな持ってますよ、ね、忙しいからな。そうですね、そういう時期ありますよ。そうですね。いや、素晴らしいですね。ありがとうございます。全部みんなに見せられないけど、うん、まだ探せばあるよ、もう一回。電車の写真 写真家、うん、岩波書店。ひょっとしたらね、アマゾンであるかな。アマゾンであるか分かんないし、探せば絶対あります。そう、あ、いいですね。昔から33年前にこのような電車が走ったんだもんね。最新のだったんですけど。場所はどこなんですか。常磐線。常磐線、うん、それは下は大井川。これは京都。すっごいですね。だけど、ね、日本のやっぱり歴史ですね。そうそう、ね、日本各地の電車。うわ、いい。うわ、いいですね。高山線です。あの、今は当たり前に新幹線乗ると、うんうん、東北新幹線とかよくくっついてますけど、なかなかね。この頃こんなことやってた。そうですね。ね、これ先生ですか。そうです。いや、このちっちゃいの、こっちが、これ兄貴。ああ、ね。これは母親と俺、はい、でこういう感じでね、あの俺が泣くとね、あのこういうふうにおぶって電車に連れてってくれた、はい、そうそう。先生は、それで電車ファンなんですよ。先生長野なんですか。うん、これはたまたまあの温泉地、はいはい、神山田。そうそう、神山田温泉。神山田温泉、あれ有名な、うん、家族で行った時にこう誰か、あ、親が取っつけたんだね。あ、電車を見ると泣き止む子だったんですか。そうなの。もうこの頃から。この頃から、うん、そうですか、すごい。ぜひ皆さん、これは僕が見ても面白い。うん、うん、素晴らしい写真集ですね。先生これで撮ってたの。そう、一番先生それ。なんですか。それこそジャバラのカメラ。ジャバラのカメラ。え、すごい。デジカメじゃない。デジカメありえない。ありえない。そうだね。ね、この頃デジカメ欲しかったね。ね、あったらすごいですよね、また。ね、大変だったですよね。これはね、高須笠利通さんって言って、あの天皇陛下の娘さんをお嫁さんに貸した方です。はいはい、それはやっぱりレールファンだよね。
レール、うん、鉄道ファンですよ。レールウェイって昔ありましたよね。なんかレールウェイありましたね。レールウェイ、レールロードとかレールウェイ、はい、小田急すごい人気あんすね今。そうそう、電車では、うん、トップですよね。トップ小田急、東急、京急あたりがね人気あんす。もう西武もね。これはいいですね。芝浦ですよ。芝浦は、うん、これまだあのここに入、僕ら入って写真撮ったことありますね、うん、そう、これはずっとずれていって、うん、今貨物そうそうそう新幹線になってますよね。鉄道ってうるさい、うん、うるさい、なぜか知らないけど、うん、厳しいんだ。縄張りったら変だけど、うん、各こういろいろ分かれたり、うん、まあ、先生この写真は国鉄時代の写真だと思うんですけど、うん、うるさい。全部国鉄時代はねもう緩かったですからね。事故が死んじまったら、引かれてしまったら、はい、お前の責任、自分の責任、自己責任、うん、そうですそうです。なんかね今ちょっとしたことを頼んでも、うん、その管轄がいっぱいあって、うん、なんか上まで上がっていくのに3つぐらいのなんかあれ企画書を持ってこいとか言われて、結構難しいですよ。厳しいんですね。これもいいな。そして鉄道で写真展何回ぐらいおやりになったんですか。分かんないぐらい感情してないのすごいこれ、うわすごいね。雪すごい丸い雪が丸い。北海道だ。北海道、そうですそうです。ニセコ。ああ本当だ。これねどうやって撮ったかっていうとね、三脚つけてないんですよ。はい、で手持ちでね200ミリにエクステンダーを2個つけて撮った。はい、うわ800ミリ？そうですね。600ミリだ。200ミリが400の800だ。800になった。三脚なしで？三脚なし。どうやってかっていうとね、雪が降ってるでしょ。その上に雪固めて置いた。でこれ実は真正面だけどもこうカーブしてるんですか、キューッと、はいはいはい、でカーブの外側から撮ってるんです。今こう失礼ですけどデジタルカメラで撮ったら、うん、もう僕の持ってるなんか1000ミリぐらいまでなるから、うん、ズームが楽ですよね。そ う, そ, う、うん、そういう意味では、あ、うん、SL の音を聞いた時思わず手が震えそうにって書かれてますね。そうですね、やっぱりねじっとしてると雪の音しかしないんですよ、線路のところね。ずっとさんさんと降ってる音、あとこの辺に当たりますから雪がね、うん、そういう音しかしないでしょ。それが遠くの方からかすかに SL の音がするわけ。すごいな、来たぞ。ピントをどこに合わせるか、うん、何にもないんだから、うん、そうですね、MF でしょ、うん、こうよくあったと思うよ。すごいですよねすごい、確かにこれ真っ暗なんだから何枚も撮れないでしょ。3枚ぐらい撮る。そうでしょ3枚向こうに現れた時に1枚撮るわけですよ。で巻き上げて、あ、動くぞ、それで安心して撮る。これ2枚目ですよ。こうだね、でもう1回こう巻き上げてホッと入ったみたいな、まだ撮れそうなんで、もう1回撮る。大勝負ですね。うん、だいたい昔は、ね、昔は本当に撮れないもんね。だけど早くこうなんかフィルムを送る練習とかしたもんね。でこれはね、この時はねすごく低温だったんで、うん、温度気温が低かったんで、うん、フィルム巻き上げてゆっくり巻いて、あ、割れちゃったり切れちゃったり、そうですね、そういうスピードも大事なの。そう、フィルムが割れちゃう、うん、フィルムが割れちゃう、うん、いきなりガッってやると、うん、ゆっくりよりやんないで、ないと、それとね静電気が起きるんです。はいはい、そうすると観光しちゃうわけ、パパパパッと、うん、電気が起きる、パッ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 、線香花火みたいな。あ、昔は大変だったと思う。そういう時代、そういうお話聞いたことないですよ。僕も初めて聞いた今。フィルムがこう線香花火みたいな。そう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 。初めて聞きました。ね、すごいな。3枚しか撮れないってんだよ。もうその頃はもう名人ですよ。名人が3枚しか撮れない。信じられない。これはいい話だ。一発必中ですよ。そうですね。いいですね。これは蒸気機関車。うん、デゴイチとかいろいろあるじゃん。ズバリデゴイチです。そうですよ。デゴイチ。やっぱりね、やっぱりすごい。ね、これ見てデゴイチって分かっちゃうんだよ。あの先生と知り合って、まあ鉄道のことを知って、はい、で実は銚子電鉄等にちょっと分け合って行ったら、うん、なんか潰れそうだって言って、うん、なんかお菓子とか作ってやってるじゃないですか。でちょっとなんか写真の力で少し盛り上げてやろうと思って、うん、通うようになって、うん、
それで鉄道も面白いなとか軽く思ってたんですけど、うん、やっぱり取りに行かなきゃならないって行為がすごく難しくて、作業ってわけにいかない。そうなんですよ、ね、それで挫折して、うん、ちょっとこう先生に楽鉄クラブっての作ろうって言って、うん、作ったらパパパパッと皆さんがね150人ぐらい入ってくれて、うん、で先生も入るぞって言ってくれたんだけど、うん、先生入ると、うん、先生やっぱりいろいろこう審査とかしてるから本格的になりすぎるとみんなドン引きになるじゃないですか。先生楽鉄クラブじゃないですか。先生は顧問です。最高顧問。私もちなみに入れていただいたんですよ。あ、そうですか。楽鉄クラブ120番だから相原さんとかもみんな入ってくれてるんですよ。あ、だからまあ出ないとみんなが送ってきて何かするとかっていうのは、先生にアドバイスをいただければ一番嬉しいっていう、そういう感じですよね。だから俺は黙ってそこにいるだけでいい。いや、そうですね、そうですね。先生が言ってくれるだけで、はい、一番後ろの方に名前が入ってて、はい、嬉しいですね。何も言わないと、ね、いいですね。会でこういうところに集まったらさ、一番この後ろの方に、ね、ぜひなんか、だからなんか150で止めてる理由っていうのは、うん、方向性が見えないんで、やっぱりちゃんとした方向性を、うん、だけどみんなが自由に取ってる方がいいかなと思って、うん、そうです、そうですよね。駅を取ったり踏切を取ったり、うん、なんか線路だけ取ったりとか、うん、だからそれで何かやろうと思うと無理があるんで、うん、今はフェイスブックでこう発表する、うんうんうん、ことで、だから1日10人ぐらいアップしてるもんね。そうですね、いろんな視点があって面白いですよね。四国に住んでる人なんかもいますよ。偉いですね。四国の愛媛かなんかの山をこう走ってる電車とか、うまい人いっぱいいるんですよ、ね、みんなにね、うどん食べろって言うんですよ。ねえ、やっぱり香川と愛媛、あの辺みんなうどん食べる、ね、だけどいい電車走ってますよね、まだ、ね、そう、あれうどんってね、走ってますよ。うどん、そう、うどん食べてるから運転手さんがみんな。ああ。でリコイチのこの煙をまず、リコイチのね、これはうどんじゃないな、これはすごいですね、このアングル、これすごい。ミカちゃんなんだか分かんないでしょ。これ分かんない。下から撮ってるんだけど、いや、このアングル、恐怖のアングルですよ。これが煙ですよね。そうです、そうです、すごい。これはね、C55 っていう機関車なんですよ。 C55、 今貴婦人と言われてる C57 の一つ前の古い形のやつなんです。銀河鉄道じゃないですよね。 あれはね C62 の薬、ね、でね、なんでこれ狙ってるかっていうと、動輪が自転車のスポークみたいに、ね、透けて見えるんです。向こう側が見える。見えちゃう、見えちゃう。今の機関車、まあ、その後の機関車は、うん、今川焼きみたいに、ね、丸くて向こう見えない。 あんまり見えない。ちっちゃい穴が開いてますけどね、空気穴が。あ、こういう穴が、そう、これは、ね、狙ったんですよ。でこれはね、モータードライブつけたと、あ、ね、でね、秒3コマ、はいはい、で1枚2枚3枚目に本命取ろうと。で普通に取ったんじゃつまんないわけですよ、はいはい、ですからね、冒険やるわけです、うん、あそこへ来た時にシャッターを押せば、1枚目のシャッターを押せば3枚目の本命はこうなるぞってことね、うん、読むわけです。計算するんだ、ね、でこれ2枚目の写真で、3枚目が次の写真、本命が、おお、ほら、抜けてるでしょ。すごい、向こう抜けるわけ。これを先生は撮りたかったの、これ撮りたかったね。本当に抜けてる、ね、そういうことね。そういうことか。でレンズは21mm、 広角だもんね、これはね。これはね、ダブルガウス型の 21mm なんですよ。あ、これはダブルガウス型って分かる、分かんないよ ね、 ね、これはキャノンなんですか。ニコン、ダブルニコンの、まだこれだ、あ、 F、うん、F2、モーターだよ、はいはい、でね、ミラーをアップさせるんですよ、パチャッ、うんうん、それから 21mm パチャッとつけるわけ、うん、ダブルガウス型っていうのはね、広角レンズによくあるタイプで、ね、うん、ビオゴンとかね、スーパーアニロンの 21mm なんかそうなんですけどね、うん、像がね、こう歪まないの。あ、はいはいはい、で前の方のレンズで撮ったやつが後ろの方のレンズで修正するんで、これくっつけてる。それで直線が直線に出るんですよ、割とこうならないですね。ですから月に最初に持ってったハッセルブラッドなんか、あれなんかもね、ビオゴンの 38mm ですよ。ハッセルブラッドの SWC のね、その60ミリかなんかにして、60ミリのやつはこんなになってるけどね。でそれで撮った。それはこだわり、こだわりね。で動輪のこの透けるの分かる。で今美香さんがこう指さしてくれた、うん、この
このまっすぐになってるところ。そう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 。このね、ロッドというやつが一番下に行っちゃうと向こうが見えない。はいはいはい、これもあとは見えない。もう本当に運なんです。これだけは。うん。そうだ。これ父さん、俺持ってると。そうそれ。すごいタイミング。ねえ。で次の4枚目取って、また5枚目取って終わったんですけどね。これ何なんですか。これはね、やっぱり C55 の加湿、こうあの釜を炊くでしょ、はいはい、石炭あの入れる蒸気機関車には水と火と油が必要なんです、はい、あとベテランですね。でその水はなかなかね、蒸気するのは難しいけれども、火ならこうこうやって取れるわけですよ、ね、あで加湿を開けてもらって、すごい。長いちょっと長い。ってことは100ミリ乗ってるんですね。乗ってます。先生はね。でもこれ動いてないときに。あ、そうですか。すいません、あの加湿の写真1枚撮らせてください。はい、あ、いいよって。で乗るわけですよ。で撮らす。昔はそういうの割とやらせてくれましたから。あの僕今思い出した。先生すごい体感良かった。先生ね、この写真撮るときに、なんかに上がったんですよ。うん、なんか木の上か枕木かな、うん、あそうで、そこ立ってんですよ、うん、すごいと思ったけど、よく見たら先生痩せてるし、うん、体幹すごくいいんですね。バランス崩さなかった。バランスは割と良い方だった。そうでしょう。これダメですよね。あ、思い出した今、あのね、一本足打法はやできないけどね。昔小学校中学校は野球やってたの。あ、なるほど。で、ね、高校でね、スカウトが来た。すごい。野球が甲子園。そうそうなんですか。甲子園有名校がしてスカウト。でもさ、それやるとね、写真撮れないんですよ。だってね、夏休みないよって、冬休みもないよって、うん、じゃあお休みいつですかって、まあお正月一日だなって、あと全部練習って、あ、これはダメだ、電車撮れないです。こっちを優先したんですね。野球より写真を撮った。両方やってたんだけど、考えてね、やっぱり写真捨てられないなと。で、ね、でも写真撮るのもやっぱ体感大事ですよね。そうですね、今ね。いや本当そうですね。あ、そう、あのね、こういう炎を撮るにしても、そうなんですよ、いや、ずいぶん前からね言われてるの、居合抜き、あのあなたの写真は居合抜きですね。居合抜き、ピュッバッてやってさ、はいはいはい、それもしかもスローニンだと言われて、スローニンの居合抜きだところが、すごい最近になってから、ね、剣豪ですって言われて、剣豪の刀でスパッて言われて、はい、さって、でもその剣には鋭さと優しさがある、はい、写真と同じって言われて、ね、よく見てるな。いや、すごいですね。それはそのままですね。素晴らしい表現。すごい褒め言葉でね。そうですね。僕はあの、さっきあの彼女にね、写真家でもあるだけど、その前に先生はやっぱり人間としてすごい方、うん、人格者だ、人格者だって僕は、いや、それを彼女にあのさっき先生が来る前に言ってたんですけど、教えていただき、まずは一番大切なそこだと思ってるんですよ。続きまして、こちらのお写真はね、これは、そうそう、あの松本の方です。で終点の新島島っていう駅ですね。島島って駅が最初だったんですけど、のバス乗り場から何かの関係で手前までちょっとやってね、新島島が今終点。終点。その一つ手前のね、坂東って言ったらこの駅は、なんだっけな。というあの、まあ、無人駅なんですけど、ね。無人駅。ホームが1本あって線路が1本、それだけの駅なんです。ですから地元の人がみんなこう上手に利用したり、こうお花植えたりして、でそこのひまわりだよね、ひまわりが枯れた、はいはい、でひまわり枯れてもね大事にしてるんですよ、地元の人が、ね、利用者が、でこう縛ってね倒れないようにしてくる、地元の方がここに植えたんですね。だけどこの白のバッグがひまわりを厚くさせてますよ ね、 ね、それでね、これね、もっとねローアングルが欲しかったの。そうするとほら、この、はいはい、縛ってあるやつがもう少し浮き出てくるんですよ、空に抜けるわけで、うーんと体縮めて取ったん、精一杯でこれで、じゃ あの寝っ転がって取ればいいじゃないかと。確かにそうなんですけどね、駅とか誰もいないところであっても、ね、駅とかそういうところで寝転がってるとね、
そうですよね。なんだってんでね、どっからか見つけてね、すっ飛んでくる人もいるわけ。あの心配してね、うん、そうですね、事故じゃないかとか、死んじまってんじゃないかとかね。でそれでそういうのがあるんでね、まだやられたことないですけども、あのそういう心配させちゃまずいなと思ってね、なるべく寝っ転がらないで撮るようにして。無人駅に咲くひまわりの花、ね、一本だけです。地元の人の愛を感じてね、撮ったんですけどね。素晴らしい、ね、小松島っていうところで撮ったんですけど、ね、小松島、うん、四国、四国、おお、そう、四国、四国、うどんを食べた後です。で先週小松島行ってきて2人で、でちくわ食ってきた、棒についた、え、そう、棒付きちくわ、あら、いいこと、うまかったですね。あれ本当に最初棒つけてるんですよ。そうですね、本当はね、今どうやって作るの、抜けてますけどね、今食べてきました。竹の棒、竹の棒、あら、いいね、羨ましい。でこのそこで撮ったんですけど、ホームですか。ホームです、うん、ホームの改札口に来た。あ、改札口。そこでね、こうスズメがひょいひょいと飛んできて、うん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 、いかにもローカルっていう感じで、ね、本当ですね、いかにもローカル、ね、これは山こちらの量いいですね、これは、ね、この辺は僕ですね、みたいな。そうですよね、この辺は僕ですね、真似したんですよ。これはあのホームでやっぱり列車待ってる人がいてね、こちらなんかひょっこり顔を出している子がいます、うんうん、ね、ここにこの子なんだかね、ほら、名前聞いたけど忘れた、あ、リシ類をね、なんだろう、おこじょとか、おこじょか、タヌキじゃない、これタヌキかな、とにかく野生動物ですよ。そうですよね、こういうのは結構ね、線路際に行くとひょこっと顔出すことがある。そこを200ミリでパッと撮る。こちらはどこの駅なんですか。これはね、京弁鉄道というか立山の方ね、立山の方、富山県ですね、富山県、そこの鉄道を歩いている時に撮ったんですけれども、こういうところに暗渠なんかがあってね、飛んでるね、ちっちゃい動物が、あの 水抜き用です、こう流れてきた水がこっちにずっと流れるように、はい、こんなに水のトンネルがあるんですよ。でそういうところをこう巣にしているんですね。へえ、巣についてる、ね、ひょいっとこっち見て、ね、いるんで、あ、そうですね、っていうんでね、すかさず撮って、春っていう感じがします。あ、そう、うん、そうかもしれない、そうかもしれない。いや、見てるね、ねえ。親かな、子供かなと思って ね、 ね、分かんないんですけどね。かわいい、かわいい、かわいい、ね、これも可愛い子がいる。ああ、そうですね、自分の少年時代みたいな思いがして、ね、ああ、そうですね、で、うん、撮らせてもらって、周りはこういうふうに流してね。東の瀬、うん、これは新潟県です。新潟県、うん、実はこれね、動いてないんです。え、うん、これ博物館みたいになってる。あ、え、これが、これが管理されてるってことですか。そうなんです、自由に入れてね。で管理人さん一応ね、おばちゃんがいるんですけどね、はい、でおばちゃんにあのお断りして、まあ、この子も、まあ、遊びに来てる子で、であの写真撮らせてって言ったら、うん、いいよって言って、虫を撮ってた子なんですけどね、で撮らせてもらって、はい、こうやって撮ったよって言ってね、これデジカメなんですけど、見せたらね、あ、俺ボケてるって。僕の顔が、せっかく自分がね、ちゃんと撮れると思ってたのにボケてる。かわいそうと。でももう一枚ちゃんとあの顔が写ってるのを撮りました。常にここにこの電車はこうやって展示されてるんですね。で今もですね。今も撮りて。いいですね。割といいです。お、ん？ちょっと分かりにくいですよね。これも顔出してる。海の中。海の中。線路があった。え？うわ、あ、この2本。そう、そうです、そうです。はあ。海ですか？海です。長崎県で撮ったんですよね。長崎。軍艦島じゃないもんね、電車だからね。でこれ撮ってね、あ、いいの撮ったなと思ったらね、なんだっけな、あのタイトルは、うん、映画の中に出てきて、海の中走、猫の列車が走るやつがあって、ああ、でそれを見たんだろうって言われたけど、そうじゃなくて、これはその前に撮ってるんですよ。ああ、なんだっけな、なんだろう、海の中をね、アニメなんですけど、ね、海の中をこう線路に、ああ、そうそう、千と千尋、千と千尋か、それ、それかな、うん、そうかもしれない、千と千尋の神隠しに、うん、出てくるの、猫の機関車が、そうだね、なんとなく思い出して、うん、そうかもしれない、俺見てないんだけども、ちょっともう一回見てみよう、うん、そ, あ、
それだろうって言われて、うん、それ見てない実は。こういう場所があるんですね。そこが真似したんだね。いやいや、そうじゃない、これ発表してなかったから。あ、そうですか。みんなそう思うんだよね、ちょっとね。やっぱり潮の満ち引きでこう線路出たり消えたりとか。そうでしょうね。そうでしょうね。たまたま見つけたんですよ。あ、レールがある、みんながレールがある。面白い。先生、レールがあるとこずっと歩くから見つけちゃうよね。そう、パッと見つけるわけ、海の中だろうが、陸だろうが。あ、いいな。これはこっちは森ですけれども、あの、これ電車が走って能勢電鉄の、まあ、阪急の方です。はい、大阪ですね。で、そこの山の中走ってるのを、横から撮ってるんですけど。素晴らしい ね。これはもうダブル露光ですね。それであの森の深さを出してるわけ。幻想的です ね。これね、撮ろうと思ったんだけどダブっちゃったんですよ。本当ですか。で、ああ、これいいじゃないか。ダブってますもんね。うん、だけどそういう意味ではいいっすね。これね、うん、そのなんとなく雰囲気が、なんか遠くから見てるとそんなことを気にしないで、なんか奥行きがずっとなんかね、こうちょっとね、そうですよね。これはいいな。森の精霊みたいな。そうだね。そんな感じですね。千と千尋を見た後だから余計ですね。ああ、確かに。うん、これはいい写真だ。うん、北海道。北海道。北海道。一馬力。今ですか、一馬力ですよ。馬が、ま、線路の上歩くんですか。そう。これは村営軌道ですね。トロッコ。トロッコ。トロッコ引っ張ってた。こんな風にして。うんうん、だけど時代はこれ。これは昭和30年代ですけどね、34年ぐらいかな、ちょっと覚えてないな。普通にこういう光景が あったんですか。うん、昔は北海道に至る所にあった村営軌道って言ってね、村でね、あのこういう軌道を持ってそれで、運営してたんですね。で、午前中は村から、町へ出る。で、午後は町から村へ戻る。そういう台やっていうね、うん、そういう台役まで、でたまたまこうぶつかっちゃうと二の軽い方がどいて、うん、ね、それでこう行き違いしたと。で、これはあの、牛乳をね、町の牛乳会社に持っていくトロッコなんです。だいたい56本、後ろに積んで一つの台車にね、はい、でその上に毛布を引いて、ござと毛布を引いて、で町へ出る人が乗っかるわけ。物語ありますね。それで僕はもうぜひ撮りたいんでね、もうこれ風蓮、上風蓮というところですけども、行って列車に乗っかった、この列車にね、はい、帰り、要するに村へ戻る列車ですよ。で、どのくらい遠いんですかって言ったら、うん、まあ適当だなとか言ってくるわけですね。で、だんだん暗くなってきてね、で、これ村へのついて僕帰れるかしらって言ったら、ああ、ちょっと無理かな。熊も出るしなった。そうだったよね。先が見えない、ね、で、村にじゃあどっか旅行ありますかって、そんなものあるわけないよ。はあ、じゃあどうしましょうって、そうだな、郵便局でも泊めてもらうかな。で、郵便局行って泊めてくださいっつって、郵便局に。郵便局でもよく泊めてくれた郵便局。本当ですね。お金預かるところ。そうですよ ね、うん、人の手紙やなんか、そういうところに見ず知らずの人を泊めるっていうのはね、本当本当。でもそれで縁があって、あの仲良くなって、その後随分お付き合いしてました。これは夏ですか。夏ですね。気持ちよさそう。夏だけですか、やっぱりこうやって走れる。あ、いや、冬も。冬も、うん、冬もね、雪少ないとものすごくあの縛れるんでね。雪少ないんですよ、ここ。これはちょっとしたんですね。銀座通りだってね、馬車でやってたんだよ、昔は。ね。あ、ウバステーマです。あ、長野の。ウバステーマ？ウバステーマ。煙が。ね、これはかなりさっきの北海道よりも前ですけどね。これはデジカメで。いや、フィルムです。デジカメが、ね、2001年からかな。ですから、あの SL がなくなったのは1975年ですから、はい、ね、デジカメ間に合わなかった。あ、走ってるのはじゃあ SL です ね。そうしかしすごい煙入ってたね。1971年か2年に亡くなってますから、この馬車は。これもね、
こういうところだったんですよ。はいはいはい、これ駅の前の信号所です。駅はこっちなの、ね、後ろ。いいね。でここまで手元からね、神山田温泉からねバスが登ってくるの。冬でもバスが止まってますね。でも駅前まで入れないんですよ、こう狭いしね。それから雪がこうたくさんあるんで、はいはい、でこいつで乗客がみんなこう線路歩いてホームに行くわけで、上であの信号所の人も見てて、うん、まあ、いつものことですからね。そこで線路入るなとは言わないわけ。でしょ、ユニークな形の駅舎ですね。うん、駅舎というか信号場ね。あ、信号場、うん、で列車が来るとこうやってガチャってこう踏み切り、ね、このほら、なるほどなるほど、ね、これ青いですか。ね、ちょっと青みがかってます。いや、モノクロをあのこう転換して起こした時にたまたま青くなったんですよね、うん、きっと。でもそれがまたいい雰囲気ですね。いいね、寒さ出てて、うん、ね、まあ、ちょっと温国調になるか、うん、グリーンっぽくなるか、うん、ブルーっぽくなるか、ね、スキャンした時の具合でね、ちょっとこう変わるんです。でこれはうまい具合にブルーっぽくなったんで ね、あ、これちょうどいいやなんですね。素敵な。次の写真はもっとブルーなんですよ。お、これはね、夜中雪が降り積もって一番列車が来る前の停留所です。北海道 の停留所、塩の塩刈峠。塩刈峠、うん、体力先生、ね、いりますね、うん、これは一番列車が走る前に行かなきゃいけない。そうそう、ね、一駅歩くんですから。そうでしょう、うん、体力、ね、まあ、下り坂だったですけどね、やっぱり体力いる ね、結構積もってるから、ね、はい、体力いりますね。音のない世界がこう伝わってきます。シ、ね、ーンとした、うん、でね、こういう時は一人で、一人です。うわ、でだんだん夜が明けてきてここへ着いてね、でシャッタースピードを考えるわけですよ。で15分の1秒、開放15分の1秒、これ手持ち、手持ち、で寒いから震えるわけですよ。そしてこうやって、こうやって少しこうやってからカメラを持って、はい、すごいな、綺麗な青です ね。これよくこう言ってましたね。いやだけどなんか、うん、この行ってみたら、まあ、てっちゃんとかみんな言うけど楽じゃないですね。そう、あのね、今の人たちは割と楽ですよ、車乗っていけばいいんだから。そうです ね、楽じゃないですね。楽じゃないですよ。で当然あの鉄道の写真なんていうのはあの世の中認められてませんから、はい、だいたい編集者もなんだそんなものとかね、まして評論家なんていうのは見たくない見たくないまで言っちゃいますか、うん、自分がこの、なんか子供っぽく感じられるような、そういうそんなものを批評したらね、はいはい、あいつ子供のもので批評するのかと。ましてその、うん、大人になってそんなことやってるやつらどうもおかしいじゃないかなあいつら、おかしい連中は婦人科でもない社会科でもない精神科ですよ。いやだけど一つのジャンルをね、うん、こう構築して今はやっぱり写真を撮るという人数では、うんうん、鉄道写真撮る人かなり多いですよね。鉄道、飛行機、鳥、うんうん、そうスナップ、そう4つ、4本柱ですよ。そういう意味で本当に日本の鉄道写真界を牽引されてきた、うん、牽引というか広田先生、出せるんですね、出せる、こういう本当にこれみたい、これを撮るときみたい、出せるですよ。ですね、一、うん、人っていうのがね怖いよ、一人、うん、本当ですね、道間違ったら死ぬよ、うんうん、この場所 で、ね、冬は熊が出ないから、あ、それは安心です。冬は熊出ない、最近出るみたいだけどね、温暖化で、あ、温暖化で、うん、あいつらもね、ちょうど4年前です、あの令和元年あの、まあ、記念日なんでね、はい、なんか撮ろうと、鉄道関係でどうだろう、であの東京駅がいいなって、ね、東京駅行ったんですよ、はいはい、令和元年に、令和元年に、はい、で令和元年の新幹線の東京駅の、感じどんな感じかなっていうのを記録しておこうって言って行った、うん、パッてこう指さしてくれた、うんうん、でこれ令和元年これからだって言ってるみたいだね、令和の時代はこれからだ、我々の時代だって言ってるみたいで、一発パッと飛ばそうと、東京駅のホームですね。そうです、ホームみんなこう列車待ってたむろしてるんですよね、うん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 、そういうのをこう見てて、スパッ、令和元年だっていう、うん、そう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 、うん、これがあの、まあ、証拠写真、うん、ね、5月1日、うん、これが令和元年の最初の日です、はい、ね、恐れ入ります、子供、
この T シャツ、はいはい、ドクターイエローの T シャツ着てる人がこう見に来てくれる。この子もいい T シャツでしょ、これね。みんな列車やね、列車のデザイン。子供時代こういうのなかった。ね、羨ましいなって言うんでね。これもね、新幹線の T シャツなんですよ。この子が着てるのも。ね。でね、お父さんが頭に手を入れて、この時ね、あ、手っていうのはいいもんだなと思ってね、これもね、ほら、お母さんかおばあちゃんかが孫の手を引いてる、ね、でこの手の表情っていいな、でこれは山口先生がやったらもっと上手に撮ると思うんだけども、いやいやいや、まあ俺は俺なりにちょっとやってみたんだよ。僕多分これそうだね、新幹線の車両向こうにね、これ列車待ってる時のお父さんと子供っていう感じ、これも、うん、これ関係ない人たちだったみたいだけど、こう望遠でパッと撮ったらさ、これもね、小指がね、この、はいはい、こういうやつにね、かかってるんですよ。紐にかかってる。そうそう。で、紐がずれないように。これがただ単にこうやってるんじゃなくて、これだったらずれたのすぐ分かる。で、子供が危ないなんてすぐ分かる。お母さんってね、すごいなと思いました。そうですね、この手の表情見てね。これはあの子供の頭の毛がね、すごいこう柔らかくてね、いかにも赤ちゃんっぽいんだよね。腕のようにふさふさと。でちょうどあの新幹線のあの切符持ってるからね、場所もわかる。向こうのグリーンもね、新幹線の。これはまあ今流行りのね。あ、ディズニーのキャラ。そうだね、ディズニーですかね。と思いますね。あれ違うかな。まあとにかくそうです。これ甘えてる。ああ、面白いですね。ね、これホームくさびれちゃった物がね、全部ホームね、まあこんなのねスナップしてで、ラララって、確かこれが最後だ、これが最後ですね、うん、そうそう、うん、令和元年の ホームで、そうです、この電車、これは何だっけな、うん、この色はこれは東北新幹線の、東北新幹線、うん、時なんかに使ってですね、とそのあれが時色なんですよ、うん、これらはまあ普通のデジカメで撮ってます。